はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。今回は省令準貸化構造とは、という話をしたいと思います。準貸化構造と違うのどうなのという話です。で結論から言ってしまうと、省令という、この場合の省令準貸化構造の省令というのは、厚生労働省と国土交通省の共同省令ということです。なので、厚労省が入ってくるんですね。不思議なことに。で、住宅金融支援機構のフラット35の基準で、省令準貸化構造というのがあります。で建築基準法の準貸化構造に準じる構造です。準貸化に準じるということですね。このように、あちこちのホームページで説明されています。で、これが認められるとですね、省令準貸化構造ですということが認められると、このフラット35のローンとか火災保険が若干有利になるということです。すごく有利というよりも、まあ、若干有利ということですね。で、省令準貸化構造の省令というのはですね、まあ、さっきも言ったように厚労省と国交省の共同省令で、省令と政令の説明しますと、政令というのは法律の実体面を補う、ものと、で省令というのは法律の手続き面を補うものということで、政令の例としてですね、建築基準法施行令ですね、皆さんご存知の施行令です。で、まあ、政令とか言いますよね。で政令というのは、エグザンプルとして建築基準施行令ですね。で、省令というのは、エグザンプルとして建築基準法施行規則です。これあんまり、試験に出てこないんであんまり引くことなくて、僕も、人生のうちで数回引いたぐらいかなと思いますけども、あんまり引かないですけども。でこっちの方ですね、今回省令準貸化構造というのはこっちです。法律の手続き面を補う、ものということで、こっちですね。で一般にあんまり引かないところなんですけども、そこだけはクローズアップされる。なぜかというと、ローンを引っ張るときと、火災保険を引っ張るときに、有利に働くからですね。で、有利に働くのでハウスメーカーさんも、まあ、規制の緩いところでも省令準貸化構造にする傾向にあって、省令準貸化構造ですよっていうと、オーナーさんもちょっと有利になるので納得していただけるということですと。で、もう少し詳しく見るとですね、省令準貸化構造は厚労省と国交省の共同省令で、勤労者財産形成促進法施行令というのがあるんですね。で、36条で、36条の頭書きに、勤労者財産形成持ち家融資に係る貸付金の利率等となってます。ですから、まあ、あのフラット35みたいな政策金融公庫の出す利率等が書かれていると。で独立行政法人住宅金融支援機構、まあ、これ国が行う住宅の融資ですね、まあ、銀行ではなくて国が行うので、少し有利にできてます。でフラットっていうからに、あのフラ何がフラットかっていうと、金利をフラットにしてくれるということですね。でこれいいの、僕も1本借りてますけども、この今の中古の、住宅で1本借りてるんですけども、何がいい、フラット35何がいいかというと、まあ、金利フラットでできるということと、普通の銀行でも金利フラットに固定金利にできるんですけども、それを解除する場合ですね、普通の銀行の場合固定金利を解除する場合は違約金を取られるんですよね。違約金でしかも金利がちょっと高めです。なので、なるべくならフラット35で借りた方が有利と、言われます。ただローン年数とかですね、銀行さんとお付き合いがあると長く設定してくれると、まあ、ここ今僕の住んでるところも借りる時もですね、両方に出してフラット35は金利はすごい安いんですけども、若干あの期間がですね短かった。まあ、中古の場合、あの耐用年数をオーバーしてても結構長く引けんですけども、あの住宅の場合ですね、自分で住みますっていう住宅の場合だけ、あの不動産投資で使っちゃ絶対ダメなんですよね、あのフラット35。ただし銀行は両方とも OK なんですけども、ただ銀行の場合、まあ、若干金利が高いのと、固定にすると、違約金が取られる、解除すると違約金が取られますね。で高いところで固定にしちゃうと、後で低くしたいと思ってもダメなんで、僕何度かそれで失敗してるんですけども、ここまで金利落ちないなと思って固定にしたのが、すごい下がってきて、で後で銀行さんに何度も交渉しても絶対ダメということになっちゃったんですよね。なので、変動金利でやった方が得だったんですけど、今後どうなるか全然分かんないんで、まあ、できたらフラット35で最低金利のあたりで固定にしちゃうと。で金利がさらに下がったら借り換えっていうのもできますね、フラットだったら。だけども、あの借り換えしても、あの
あれが違約金が取られないんですけども、普通の銀行だととんでもないことになるんで、それめったに、まあ普通はできないということですね。で、僕が知ってるあの不動産投資家さんはみんなあの変動で借りてますね。で、変動で借りるといつでもこうか、解除できるというか、途中で売った場合でも違約金を取られなくて、返せばいいということなんで、変動で、借りることが多いです。で、僕はこうガッて上がるハイパーインフレ的なものがもし来た場合、ちょっと怖いので、フラットにしたいと、いつも考えてますね。で、まあ、あと、それから変動だったやつも最近非常に低金利なので、フラットに変えてもらうと。その場合銀行ですけど、にしてもらったりもしてますね。で、10年で固定にしてもらったりもしてます。で、長期の方がたまに安いことなんですね、金利が。なので、そっちに借り換えて、固定にすると。変動から固定にする場合は別に何もかからないので、そういうことをやったりもしてます。で、まあ、ちょっと話がずれましたけども、で、この法律の36条ですね。施行令の36条の、2項と3項の基準を定める省令。この政令の基準を定める省令ですね。だからこれのさらに下になるわけですけども、それが出てるんですね。そこに書いてあるわけですね。平成19年3月31日の厚労省と国交省の政令第1号に書いてある。省令第1号に書いてある。で、1条6項の2に該当する住宅の構造でこのように書いてます。で、次に掲げる耐火性能を有する、耐火性能ですね。を有する構造の住宅に該当する住宅がこれですということですね。で、外壁の軒裏が基準法2条8号に規定する防火構造であると。ここは一緒のところですね。外壁の軒裏が防火構造。で、屋根が、施行令136-2-2、各号に掲げる技術的基準に適合すると。で、天井及び壁の室内に面する部分が通常の火災時の加熱に15分です。ここ、15分。以上耐える性能を有するものであること。ここ、若干緩いわけです。準耐火より。準耐火は、準耐火構造、基準法の準耐火構造は45分とか1時間なので、ここが緩いですね。で、1から3までに定めるもののほか、住宅の各部分が防火上支障のない構造であることとなっています。この1、2、3、4が条文で書かれたもので、さらにですね、この、住宅金融支援機構がこうやって PDF で図で出してくれてますね。で、それをちょっと引用させてもらいました。まあ、公的な機関なので引用も大丈夫かなと思って引用させてもらったんですけども、まあ、天井と内壁を耐火性能15分となってますね。で、それ、準耐火構造、基準法の準耐火構造で45分1時間なので、こっちの方が上ですということですね。で、特徴1として外部からの延焼防止、これは一緒なんですけども、各室防火で石膏ボードっていうところで、この分数が違うと。多室への延焼遅延ということで、ファイヤーストップ剤ということ。これ後で出てますね。で、ファイヤーストップ剤がこういうところにつけるよということで。で、あとここですね。開口部、床仕上げは規定なしということで、開口部規定ありますよね。準耐火構造。は防火設備にしないといけないって規定があります。開口部は。延焼の恐れのある部分だけですけどね。延焼の恐れのある部分の、外壁の開口部は防火設備とすることと。なので、こう、大臣認定を受けたアルミサッシで、電話、皮脂ワイヤー、ガラスの皮脂ワイヤーです。ひし形のワイヤーを入れるということですね。で、延焼ラインに引っかかってなければいいんですけども、なんでもいいわけですけども、まあ、木のサッシでもいいんですけども、延焼ラインに引っかかってたら、これに防火設備がいる。だけども、省令準耐火構造ではその規定はないので、ここ注意点ですね。で、まあ、それ全部覚えきれない。ここ何ミリ、ここ何ミリって全部覚えきれないので、まあ、見てる方が学生さんで、ちょっと心配だという方は、誰も覚えてませんというのを言っておいた方がいいかな。で、こういう申請メモに、こういうやつが書いてあるんですね。これ何分、天井何分、柱何分とか、そういうのが書いてあって、で、何ミリ貼ってくださいって。これ、告示のやつをこういうふうに見やすく表にしてくれてるんですね。で、心配だったら、これで、これ間違いがあるかもしれないし、心配だったら、告示を、チェックすると。告示は、国字集買ってもいいですし、ホームページで検索すると一瞬で出てきますね。ただし、ちょっと読みにくかったり、縦書き、まあ横書きのことと縦書きのこととありますけども、だったりで、ちょっと若干読みにくいことは読みにくい。なので、マニュアル本で、みんな、設計事務所はマニュアル本で対応してると思います、ね。で、ちょっと復習ですけど、準耐火建築物っていうのは、構造、主要構造部が準耐火構造で、さっき言ったように、開口部。炎症の恐れのある部分の開口部に防火設備がいると。で、耐火性能、準耐火性能で、耐火性能は倒壊及び炎症防止。
で循体化性の炎症抑制ということで、一番最初の定義の条文でこのように書かれているということです。であと政令と告示でいっぱい細かい規定が書いてあります。何時間何時間何時間何分とかですね。で、耐火構造は加熱終了後でも引き続き壊れないと。循体化構造で加熱終了後は壊れることもあると。で RCS 被覆された S 被覆された W で循体化構造は被覆された W 燃え白石鹸による W で被覆された S ですね。で耐火構造の周りに循体化構造が、循体化構造に耐火構造が含まれるということで、 RC で耐火構造だったら循体化構造でもあると。まあ性能的にはこっちは必ず満足します。こちらは厳しいということですね。で、耐用年数は、これ国税庁で決まっていて、あこれ建築士に出ないですね。国税庁で決まっていて RC47S34W22 年で、 W が短いので無理やり W に持っていこうとするオーナーさんもいると思います。木産学、木産木産協といって木造3階建て共同住宅を、W で作って22年で経費で落とすと。そうすると、まあ、47年で落とすよりも経費計上が多くできて利益が圧縮できると。で、まあ、10年ぐらいで売る人が結構、まあ、僕の友達は新築でやってる連中はですね、大体10年で売りますね。ある程度余力を残して売ると。で22年なんで10年だとあと12年残ってるんで12年でローンを組めるということですね。投資、不動産投資の場合、この残存年数ですね、耐用年数の残存期間が長くないと次の人に売りにくいというものもあるので、まあ、そういう意味で RC のが、ちょっと安心、少し長めに持っておけるんですけども、まあ、そういうのもあって、まあ、いろいろ考えないといけないわけですね。W は短いので早く焼却できるけども、ローン期間が短いので早めに言っとかないと次売れなくなってずっと持ち続けることも、まあ、ずっと持ち続ける場合でもいろいろメリットいっぱいあるので、僕は全部持ち続けてますけどね。で、異準体と路準体、大きく分けて異準体、路準体があって、木造、非木造。異準体は一般的な準体化構造で、路準体はですね、技術的基準適合したものと。で、路の1が外壁耐火で、路の2が軸組み不燃ということですね。で、このように分けて、これ、こっちが時間ですね。時間。で、1時間以上。これ45分以上と。ことで、イの2準体が通称、これ通称ですね。イの1、イの2は通称で、イの1準体は、木産協、木産学で、1時間、非損傷の加熱時間が1時間ということですね。で、こっちが45分で、で、これ今までの、準体化で、準体化構造で、準体化建築物ですね。これ準体化建築物で、木造、非木造で、炉の1準体化構造、炉の、準体化建築物、炉の2準体化建築物、非木造。意と路があるということですね。まあこうやって、まあ、僕は強引に仕分けしてしまいましたけど、まあ、若干被ってることはあります。で耐火建築物は1時間2時間3時間といろいろ上から数えた回数でこういうふうにしたほど、時間が長いということです。でこういう細かい時間についても、政令で書かれてますので、まあ、暗記する必要ないんで心配はいらないですね。ただこことここに書かれててスーパッと引ける必要はあると。あとは実務で先ほど言ったメモとかいろんなマニュアル本を見るといいかなと思いますと。で最後まとめですけれども、省令で、厚生労働省と国土交通省の共同省令になっていると。で住宅金融支援機構のフラット35の基準で、フラット35のローン火災保険が若干有利と。ローンと火災保険が若干有利、本当若干です。若干ですね。僕も、やったことありますけれども、省令準対価とそうでない場合の火災保険は若干有利ぐらいですよね。まあ10年の火災保険で、まあ金額はまあ調べてください。で建築基準の準耐火構造に準じる構造と、省令準耐火構造はですね、で性能は準耐火構造の方が省令準耐火構造上と、明らかに上ですね。なので準ずると言ってます、ね、いろんなホームページで、ハウスメーカーのホームページとか、フラット35のホームページで説明が書かれてて、まあ、あんなに先ほどの構文を入れてまでの説明書いてないんですけども、まあ準ずる構造と書いてありますので、で、ハウスメーカーはですね、これを作る傾向はあります、ね、これがあるとローンが、簡単に引けますよと、有利に引けますよということでやってくれてることが多いです、ね。まあ、実際、燃えにくい方がいいわけですね。規制で準耐火構造にしなくても燃えにくくするといいということですね。はい、今回はそのようなことで終わりです。三河建築館はですね、建築と不動産のスキルアップを応援するチャンネルですので、
チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさよなら。